アパートマンションの違いって何ってね、簡単に言うと構造の違いによって呼び方を変えてましてですね、法律で決まっていることではないんですね。じゃあこれがどんなところに影響が出てくるかと解説していきたいと思います。はい、皆さんこんにちは、 CF ネッツの梅原でございます。今日はですね、アパートマンションの違いって何っていうところから始まってですね、実は共同住宅の新カテゴリーができまして、木造マンション、この話をしていきたいと思います。アパートマンションの違いって何ってね、質問をよくね受けたり、そもそも皆さんもこのあたり知らないよとか、あ、何なんだろうってねいう方多いと思いますので、そのあたりからね、ちょっと今日は解説していきたいと思います。これですね、簡単に言うと構造の違いによって呼び方を変えてましてですね、法律で決まっていることではないんですね。賃貸のですね、広告の基準であったりですね、その会社によってですね、基準があったり、いろいろなんですけれども、一般的にはですね、ここに書いてある通りのですね呼び分けをしているというような感じでございまして、マンションといったらですね、構造が鉄筋コンクリート造か、鉄骨造ですね、こちらの構造のものを、マンションと、もちろん集合住宅っていうのがね前提ですけれども、そんな形でございます。で、あとはですね、アパートというのはですね、構造が木造もしくは、軽量鉄骨造と、呼び分けをしているわけですね。そもそもですね、鉄筋コンクリート造とね、鉄骨造の違いもっていうところもねあると思うんですけれども、あとは軽量鉄骨造のね、違いもっていうところもねあると思うんですけれども、鉄筋コンクリート造というのは基本的には、壁とか床をですね、コンクリートの中に 鉄の筋交いが入っているね、ものでございまして、RC 造なんてね、よく言いますけれども、レインフォーストコンクリートと、ね、いう略でございますね。で、鉄骨造っていうのはね、S 造なんてね、いうわけなんですけれども、壁や床にはコンクリートは入ってないんですね。骨組みが鉄骨という構造でございます。で、対してね、アパートの中の木造や軽量鉄骨はその骨組みのところが木であったり、軽量鉄骨といってですね、鉄骨でも少しね、厚さが薄いものとかね、そんなものを使ったものというところでございますね。そんなような呼び分けをしているのがこのアパートマンションの違いというところでございます。じゃあこれがどんなところに影響が出てくるかという話も、まずね解説していきたいと思います。賃貸の住宅をね、探すときに皆さん、エンドユーザーの方、お客様、ね、入居者の方は、大体今はこういうポータルサイトですね、賃貸の検索サイト、これをね、利用する形になると思います。いろんなところにね、このチェックボックスがあって、徒歩5分やら7分やら10分とかね、こんなとこを入れたりとか、あとはね、間取りを入れたりとか、その下にこの建物種別っていうところで、一部の賃貸の検索サイトにはアパートマンション、なんていうですね、チェックボックスがあるわけですね。当然マンションの方が、なんて言うんでしょうね、一般的なイメージとしては、ね、高級感があったり、遮音性とかがね良かったり、することが多いので、割とね、ここにチェックを最初ね打って探す方もしばしばいるんじゃないかなと思うんですけど、最近のね木造はよくできてるんで、見た目からしたらあんまりね見分けがつかないっていうのもね正直なところあると思うんですけれども、一応ねここでちょっと違いがつくというところでございます。そんな中でですね、実は新しいですねこの、呼び方のカテゴリーがねできましたと、共同住宅の新カテゴリーということで、木造マンションというところですね。長らくね当社のですねグループ会社の南青山建築工房もですね、木造アパートのですね設計策を手掛けて、我々が販売チャンネルとなってですね、お客様にコンサルティングした上で、ご取得いただいたというところも何件かあったと思うんですけれども、今後のねお話ではあるんですけれども、弊社のグループ会社の南青山建築工房の設計施工の物件については、全部になるかどうかっていうのはちょっと何ともここでは断言できない部分もあるんですけれども、基本的には木造マンションの呼び方ができる物件というかね建物が、今後はリリースされるといったところでございます。
じゃあね、一口に言って木造マンションってね、どんな基準があるのかというところも今日は解説していきたいと思います。今後ね、増えていくんじゃないかなと思うんですけども、このね、建築パースね、弊社のですね、南青山建築工房、通称青建なんて言いますけれども、が施工した物件ね、そもそもですね、見た目が結構良くてですね、手間味噌ですけど、アパートに 見えないというのがね、結構あるんですけれども、当然ね、ただ基準を満たしてないとですね、これも木造アパートということになってしまうんですが、今回はこれが、木造マンションという呼び方ができることになって、賃貸の検索サイトにマンションと入れられた場合でも、その中に取り込まれて、より多くの、反響なんかが、取れるようになるんじゃないかなというところと、当然構造の違いでこう家賃とかも、変わったりしますので、家賃のですね、向上も期待できるんじゃないかなというところでございます。じゃあちょっと、長くなりましたけれども、基準ですね、定義若干ですね、ちょっと小難しい話になっちゃうんで、そんなところなのかなというところでね、ご理解いただければいいんじゃないかなと思うんですけれども、まずですね、建物種別とは賃貸の共同住宅であることっていうのと、テラスハウスやタウンハウスは除くと、いうことではございますので、おそらく長屋形式のものは、この、カテゴリーにならないんじゃないかなというところでございます。であとは3階建て以上でございますね。このね、木造マンションの定義も、すいません、ちょっと話脱線しますが、法律で決まっている呼び方ではなくてですね、広告会社の、基準というところが、正しいところでございます。でこの2つの条件を満たして、なおかつ、住宅性能評価書をですね、取得した物件であり、以下 1,2 の両方の等級条件を、満たしていることというところでございます。1、劣化対策等級、これが等級3以上、最高等級ですね、これが、必要と。2、耐震等級が等級3、または耐火等級が4、もしくは耐火構造、この1と2を満たしていて、2の中のどれかが、満たしていれば、今回この木造マンションとして、故障していいよというところでございます。で当社のですね、グループ会社の南青山建築工房につきましては、賃貸住宅、共同住宅であって3階建て以上であること、2階建ての、たまに作ることもあるので、全部が、当てはまらないといったのは、こういったところかなというところでございますが、劣化対策等級は今後すべて3級を取得するというところは聞き及んでいるところでございます。あとはですね、この中の耐火等級、これが4以上というところで、いくつかのね、今後の企画の中で、取得ができたというところでお聞きしておりますので、その結果木造マンションというふうに、賃貸の募集ができるということになろうかというところでございます。基準はそんなところでございまして、劣化対策等級とかね、耐震等級、耐火等級のね、基準というのは、ここに書いてあるところでございまして、劣化対策等級というのはですね、数年前からよくね、我々が、ご提案するアパートにつきましてはですね、制定されている、ものが多いんですけれども、新築の物件ですね、等級3というのは劣化対策の最高等級ということになりまして、通常想定される自然条件および維持管理の条件下で、おおむね75年から90年大規模な改修工事をする必要がないレベルというところですね。で耐震等級というのはね、今回ちょっと取得しないんですけれども、耐火等級というのは取得していましてですね、炎症の恐れがある部分、開口部以外で耐火の最高等級、加熱を遮る時間が 60分相当以上というところが耐火等級4という基準と、いうことになりましてですね、それがですね、いわゆる木造マンションの定義というところになります。はい、今日のですね、お話は以上ということになりますけれども、今後ですね、こういった木造マンションのリリースはですね、増えていく傾向になるのかなと思います。もしですね、ご興味ありましたらですね、私の方にですね、お問い合わせいただければ、いち早くもしですね、物件が出ましたらですね、お客様にお伝えできるんじゃないかなというふうに思います。以上で終了になりますが、いいねボタンとかですね、チャンネル登録、していただけますと我々の励みになりますので、よろしくお願いしたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。
動産投資を始めたいけれど本を読んだだけでは何から始めればいいかわからない方、相続対策、資産運用、賃貸トラブルでお困りの方、不動産に関することでしたら何でもご相談をお受けしております。対面、オンライン、お電話にてお客様それぞれに合わせたご提案をさせていただきます。 CF ネッツの個別相談、この機会にぜひご相談ください。CF ネッツでは不動産投資、賃貸管理、相続対策、資産形成、土地活用など不動産に関するあらゆるご質問にお答えします。皆様からのご質問をお待ちしております。